こんにちは、キエです。今日は、大事な日の前の夜のルーティーンについて紹介していきたいと思います。ぜひデートの前とか頑張りたい日の前に参考にしてみてください。スタート。はい、まず明日ちょっと大事な撮影があるので、その前に顔をねシュッてしたいし、むくみも取りたいし、肌もねちょっと顔色良くなるために保湿もたっぷりしてあげたいので、今はメイク落として何もしてない状態なので、スキンケアをする前にまずねこのファミュの拭き取り化粧水でコットンで優しく拭き取っていきます。拭き取り化粧水は私朝と夜必ず使ってて、今はファミュのを使ってるんですけど、このファミュのやつは私ファミュの展示会に行った時にこの拭き取り化粧水をやってから拭き取り化粧水をやってからオイルで蓋したやつと、拭き取り化粧水をせずにオイルを塗ったやつで全然保湿力が違って、やっぱ拭き取ることによって栄養をすごい吸収してくれるんだなって思ってからずっと使ってます。これ2本目です。この黒のファミュ、朝はイニスフリーのこちらのやつで拭き取りしてます。なんかまあこのファミュ高いんで、イニスフリーはお値打ちなんで朝はそっちでやってるって感じです。で、拭き取り化粧水した後に、スペシャルケアはこちらのエニシーのパックを使います。これ限定版でちょっとピンクいんですけど、普通は白のパッケージかな。で、それがこれなんですけど、これを使って今日はむくみを取りたいです。中身はこんな感じの、ピンクがこんな感じでジェル状になってます。ジェルというかちょっとクリームっぽい感じですね。これの中にこの白い魔法の粉を入れて、専用のスパチュラがついてるんですけど、このカーボキシーでついてきたやつの方がやりやすいのでそれで使います。カーボキシとエニシーの違いって、まあ本当に値段も一緒ぐらいだし、若干カーボキシーの方が安いんだったっけな、だし何が違うんだろうって感じなんですけど、私的には毛穴ケアだったら絶対にカーボキシーかなって感じで、保湿も含めるんだったらエニシーな気がしますね。ここにこれ準備してたのにやり忘れちゃった。まあいいや、このままいきますね。あ、無理だな、頑張って、はっ、あ、逆だ、こうか、待って、いけ、あ、いったせーの、はっ、ここまで塗るからちゃんと止めてあげます。はい、こんな感じで止めてあげて、なんかね、あ、そうそう、でこの前動画で紹介したカーボキシーはこのエニシーと同じ炭酸ガスパックなんだけど、なんかどっちも顔はシュッてなるのね、もちろんだけど、なんかね、カーボキシーはちょっと肌をなんて言うんだろう、なんかハーブピーリングした時みたいな感じで結構ピリピリとかもするから、なんだろう、治療向けというか、なんか保湿向けとか大事な日の前にやるものではないのかなっていう。痛いもんカーボキシーって痛いんよ。なんかちょっと刺激強めだから、大事な日の前にやるとちょっと怖いなって感じがする、個人的にね。けどエニシーはそういった痛みとかそういうのが全くないから、私の使い方としてはカーボキシーは日常のケア、
で、エニシーは本当に大事な日の前とか旅行中とか彼氏と旅行中とかね、そういうのがね、いいと思う。で、小顔に一番大事なのがここのね、リンパが大事だから、ここにね、ちゃんとここまで塗ってあげます。でね、顔だけじゃね、全然余っちゃうんで、全然こうやって塗ってあげて。でも多分これ初めてさ、カーボキシーの筆でやったんだけど、ちょっとこれ筆よりスパチュラの方がやりやすいかも。カーボキシーのジェルってすごいトロントロンで、本当になんて言ったらいいんだろう、水じゃないけどそれぐらいトロトロだから、この筆の方がやりやすいんだろうけど、エニシーって結構固まってるからスパチュラでやるべきですね。ちゃんとこのなんて言うんだっけ、これ自家線だっけ、この辺までちゃんと塗ってあげて。もう辛くなってきた。一番引き上げたい部分にこう塗るのがね、私的にはおすすめです。この辺だとほうれい線とかね、しっかりすごい余るんだよね。でこんな感じに塗り終わったら、でこれがどんどん固まってっちゃうから、固まる前にティッシュで、ティッシュをね、何これ、こう置いてあげます。ティッシュをもうくっつけときます。エニシー使ったことある人はみんなこうやってやってると思うけど、多分すごい状態になっちゃうんだよね。でこれをやらないと剥がれないんだよ、ちゃんと綺麗に楽に剥がすためにやってるって感じです。かっこやばいね。ただのパックとか売ってるから、そうやってやってる人も多いと思います。なんか今回こうやってやってるけど、普段はなんか大きいこのぐらいのやつに点々って穴開けて目だけ見えるようにしたりとか。待って、なんでこうなった。綺麗に撮れました。なんかすっごいもちもちだし、なんかすごいね、保湿されてる。めっちゃ肌綺麗になった。ツヤツヤになった。もちもちになりました。はい、こんな感じで肌がもちもちになりました。引き上がったかな？引き上がった気がします。はい、で、夜寝る前は、大事な日に限らず、私はこのパックが大好きで、ナンバーズインの4番か3番を使ってます。トップにが。かわいい。お気に入りはね、この SOS パックっていうこの4番が大好き でこれはなんかね、毛穴を引き締めるみたいな感じで、最初の 2,3 分はめちゃくちゃピリピリして、ほんのちょっと痛いのか、めちゃくちゃじゃないな、ほんのちょっと痛いんだけど、なんかね、毛穴がギュッて引き締まる感じで、これは4番は赤いほっぺたがこう熱を持って赤くなっちゃってる時とかに使うと本当に冷えるの。だからね、これめっちゃ大好きで、今日はねちょっと顔がね熱いからね、これを使おうと思います。お風呂入ったら。ほんと大事な日はやっぱりこのね、ファミュのね、このブラックのちょっとお高いやつを使うのが私は好きです。パックも終わったので、いや寝る前というか、必ず電気バリブラシをこう当てます。もうパックもしたし、最強だよねこれやれたら。もし持ってる人いたら、これとか美顔器ね、持ってる美顔器をやるのがベストですね。これをこう当てて、もう引き上げます。ここの耳のところもちゃんと引き上げてあげて、これはもう朝絶対やるかな、大事な日の前とか。ちょっとニキビ跡とかも薄くなった気がするんだよね。エニシーはね、なんか10日間連続で続けた方がいいって言うんだけど、ちょっとねやっぱ高いからね、そんなね連続で使えないよなっていうのはあるね。
本当は年齢プラス何日だっけな、年齢プラス何日とか28日だっけな、おすすめらしいんですけど、まあ、大事な日の前で私はいいと思ってます。ここにスタックしてます。前はむくみを取りたいのでエプソムソルトを入れて、これはだいたい20分間使って半身浴をしてます。撮影前じゃなくても、まあ、お湯に使うときは必ずこれを入れてしっかり汗かいてむくみを取ってます。でお水は、500ml のペットボトルをしっかり持って、で、振りかける化粧水を顔にかけながら半身浴してます。じゃあ、半身浴をして体を温めてきます。